皆さんこんにちは。今日も寒いポートランドでした。もう朝から氷点下、ずっと寒い一日でしたね。ということで今日のトピックスはこちらです。夕焼け新聞、ポートランドで発行されています夕焼け新聞2010年12月号ですね。ここに書いてあるトピックス、ちょっと気がついて私ちょっとこれもらってきました。ガンツムービーですね。あの日本で大ヒットした漫画ガンツ、これがアメリカで先行上映されます。それも1月20日木曜日、日本は1月の29日なんですけれど、それより前に上映されるんですね。その代わり1日だけ、1回限り、それも325の映画館で公開されます。ポートランド地区では2つの映画館でやる予定になってますね。この漫画、奥ひろやさんという方が書かれてるんですけれど、29巻、そして1350万部売り上げている、すんごい漫画なんですね。私はこれ大好きです。すごく面白いですね。どんどん引き込まれるんです。しかしながら内容は一体どうしてこういう風になってるのかっていうのが全然わからないですね。まだ29巻になっても、もちろんまだ続いてるんですけれど。ということでアメリカにいらっしゃる方はぜひこの映画ガンツを見てみてください。そして日本では1月の29日公開ですので、こちらの方もぜひ見てみてください。それではまた明日。